野村不動産株式会社は野村証券系の総合不動産会社。中間持ち株会社である野村、不動産ホールディングス株式会社の直接の完全子会社。分譲マンションのプラウドシリーズで知られる。総合不動産会社では、三井不動産、三菱住所、住友不動産、東急不動産に次ぐ業界5位。本社は、 新宿区西新宿の高層ビル群の中の新宿の村ビル。2004年秋に持ち株会社成功、純粋持ち株会社の野村、不動産ホールディングス株式会社が2006年10月3日に東京証券取引所第1部に上場した。住宅分譲が事業の柱で近年供給個数は業界トップクラスにまで成長。2012年には初めて、 マンション供給個数ランキングで首位となった。全国1位、首都圏1位、近畿圏6位。基幹ブランドのプラウドでは、商品企画段階から、グループのマンション管理会社である野村、不動産パートナーズが参画し、販売も自社自身で行う、正反感一体体制が特徴。プラウドシリーズでは、静質な住環境で伝統ある街、 特に高級住宅街などでの分譲実績が多い。そのため価格は周辺のマンションに比べやや高めの設定になる場合が多い。2011年からは初めてマンションを購入する顧客層に向けて郊外を中心に第2ブランドお花の展開を首都圏で開始した。近年はホテル事業を本格化させている。2018年11月直営の 脳がホテルの第1号を東京、上野に開業。2019年1月には、庭のホテル東京を運営する高踏堂の買収を発表した。マンションの分譲実績は、東京都では、麻布や南青山、駒込、本郷、白金台、小島、成城など、神奈川県では、山手町、埼玉県では、浦和、兵庫県では、 足足と、名だたる高級住宅街への分譲実績が多い。特に、浦和地区への実績が多く、1979年、以降約90棟のマンションが供給された。そのうち、プラウドシリーズは40棟以上となっており、国内最多である。野村不動産天皇図ビレボーの 相模大野青山ザタワープラウドタワー武蔵浦和マークスそれ以外のマンションの分譲実績はなどを参照。野村不動産では企画業務型の裁量労働制を本来は企画の立案や情報分析などの業務に限って導入可能であるにもかかわらず実際には営業担当の社員に対しても導入していたとして 厚生労働省東京労働局が2017年12月25日に同社に是正勧告と特別指導として社名の公開を実施した。特別指導の理由として野村不動産の不正を放置することが全国的な順法状況に重大な影響を及ぼすと述べている。これを受け同社では2018年4月1日から裁量労働制を取りやめることにした。 また、この違法な裁量労働制を適用されていた50歳代の男性社員が2016年9月に自殺しており、2017年に同労働局から労働災害と認定されている。ABCDEF 野村不動産ホールディングス株式会社2021年3月起有化証券報告書野村不動産ホールディングス株式会社 2021年10月4日閲覧。プラウドとは、野村不動産。脳がホテル上ナンバーワン1月1日開業2019年8月19日、閲覧。野村不動産、高踏み同社及び100%子会社で、ホテル運営の無の全株式を取得から、庭のホテル東京、取得日本経済新聞プレスリリース配信サイト2019年3月8日、閲覧。 バウト IBE、オフィス移転、2月25日、旅行業界、航空業界最新情報航空新聞社。2020年8月20日閲覧。対象外の営業社員に裁量労働制で、野村不動産本社などに是正勧告。NHK ニュース2017年12月26日、野村不動産50代社員が、過労自殺裁量労働制を違法適用。 毎日新聞2018年3月5日。ありがとうございます。